こんにちは。朝6時半です。割といいお天気ですね。気温はマイナス4度。とても寒いです。風はありません。ということは、霜がまた降りましたね。ポテンティラ、それからクリスマスローズ。葉っぱが白くなっています。今朝も早くからチッチが来ていました。チッチ、今日はすんなりとミルワームを食べたみたいですね。だんだん夜が明ける時間になるとチッチはいつもここに泊まっているようになりました。私が外に出てくるとミルワームがもらえるということは分かっているみたいですね。あ、また来ました。3メートルくらい離れていると安心しているみたいです。あ、また来ましたね。食べるかな。あ、なんか様子が変だと思ったらば、ふんどし母さんがいました。丸尾が睨んでます。今朝もスズメが集まってきています。霜が降りていてとても寒そうですね。スズメは少しの物音でも飛んでいってしまいますが、すぐ戻ってきます。ヒヨドリが賑やかに鳴いています。今朝も朝焼けですね。天気は下り坂だと言われているようです。綺麗な朝焼けです。寒いので家の中に入りました。スズメが来ていますね。チッチも来ました。今日はこっちを向いて食べてくれるみたいですが、すぐに向こうを向いてしまいました。もう一度来るかな。あ、来ましたね。頭を突っ込んで食べています。バランスを取るのが難しそうですが、あ、捕まえました。スズメのことが気になってるみたいですね。あ、飛んでいきました。ハシボソガラスもやってきています。地面に落ちたひまわりの種を食べているみたいですね。今日は早めに出かけます。朝日が綺麗でした。新幹線が入ってきました。なんかいつもと違います。東京ディズニーリゾート40周年記念という感じですね。これはラッキーでした。埼玉県の東武動物公園にやってきました。キンクロハジロ、つがいでいましたね。ちょっとこれはびっくりしました。阿武隈川でいつも探しているんですが、このように寄り添っている姿は初めて見ました。おなじみの大判もいました。餌を買ってやっています。すごい勢いでみんな集まってきました。カルガモも来ましたね。餌の自動販売機があるんですが、動物によって餌が違うんですね。で、モナカの中に餌が入っていました。面白いですね。今日は餌やりをしにやってきた感じになりました。木製のコースターちょっと怖そうです。マレーバクがいました。とても大きいんですが、時々全く動かなくなるので、遠くから見たら置物だと思ってしまいました。これはライオンですね。猫のようにボールで遊んでいました。ホワイトタイガーかっこいいです。これもライオンです。鹿に餌をやりました。すごい勢いでみんな集まってくるんですね。鹿はモナカの部分も美味しそうに食べます。この装置を使ってクマに餌をやるんですが、こっちの方は立って食べるはずなんですが、クマが来ませんでした。こちらは何度もクマは食べています。くるくるとハンドルを回してクマのところに餌をあげます。ここでコロンと落ちるんですね。むしゃむしゃと食べています。マレーバックのフィギュアとホワイトタイガーの消しゴムを買って帰ってきました。丸尾です。丸尾、銀杏で遊ぶでしょうか。今日はこの辺でバイバイにゃん。